ろしくお願いします。はい、あります。まあ、車屋さんもあるのが仕事なんですけども、うん、やっぱりだんだん車屋さんってやっぱり今元気ないんですね、どこも、うん、まあ、輸出っていう選択もあるんだって最初はそんな感じだったんですけどね、うん、それでまあお話をさせていただいて、まあ、セミナー行かせていただいたり、はい、メールとかメールマガジンですかね、はい、いただいたりしてそれ読んでいく中でまだ車の業界にもこういう希望のある分野があるんだっていう感じ、その可能性をすごく感じたので、はい、販売先の一つと思って、うん、まあ、加盟をさせていただいたんですけども、はい、ただそういうふうに思うにしては規模が大きいというか未来があるというか、はい、でこうやって皆さんにお会いする、ね、集まってきて見える方々もやっぱり違いますね、車屋さん、地元で話してる車屋さんと違うので、うん、違いますね、すごく元気が出るんですよね、はい、皆さん今までその売れなかった人たちにもお役に立てるっていうか、そうですね、そういったところでも喜ばれる車屋さんになっていけるっていう、そういうところを目指していきたいと思います。はい、全く今まで日本だともう捨ててしまってるような車でもまだ需要があるしっていう意味では時代に合ってるお仕事ですし、市場としても日本の中でやってるよりも僕なんか全然想像つかないぐらい大きな市場ですし、うん、みんながこんな気分になってるところでこう未来が見えるっていうか非常に希望のある、うん、素晴らしいちょっと踏み込んでみる価値は非常にあると思ってます。